2種類あるの？すごいね。まもちゃんさんも金魚ありがとう。まあ間違えてキングって言おうとしちゃった。流星さん何これ、たまやありがとう。おへその上下？え、おへその上、おへその上が痛いです。おへその下は痛くないか、多分おへその上の気がします。そう、なんか何食べてもお腹痛くなってしまうんですよね。ラバンさんヒータンが心配して、本当に？でもヒータンと連絡取ってるから、あ、そうだね、ヒータンと LINE 来たわ。そうそう、優しい、ありがとう。胃が痛い時って何薬、胃薬飲めばいいんかな。いなのかな、やっぱり。でも確かに言われてみれば、おへそのお腹が痛いと思ってたけど、そうやって聞かれたらおへその上な気がします。そっか、じゃあもしかしたらそうなのかも。のんたんさん、これなんていうの？誰か教えてください。このなんかシュパーってなってる星。名前なんていうんだろう、この星は。あ、何の星ですかこれは。泉さん、おはよう。おはよう。病院行った方が良さそうやな。確かに。でも昨日エリスに住んだ時さ、病院行った方がいいって言われたんだけど、でも昨日レッスンしてるような時間帯の時は普通に頭が痛くって、星花火、なるほど。のんたんさん、星花火たくさんありがとう。昨日できなくてごめんね。そう、ごめんね、ありがとう。星花火ありがとう、かわいい名前。そう、ちゃんとね、昨日の分を取り戻せるように頑張ります。食事食べてすぐ横になるとかでも言われる感じ。そうなんだ。え、もしさ、それでさ原因だったらさ、ちょっと恥ずかしい。しけましんさん、ゼニーありがとう。そっか、今星の花火のさイベントとこのイベント被ってるんか。
12時、あ、そっか、30分多いんだもんね。どっかなくさないといけんか。12時の会なくして病院、確かにそうしようか。そうしようかな。確かに。一旦相談してみますね。ありがとう、みんな心配してくれて。ね、みんな優しいね、ありがとう、本当にありがとうございます。そうだね、確かに変に薬飲んでね、やるより安全かも。じゃあ、昨日余計なことばっかりしちゃったかも。なんかさ、そう、昨日さ、絶対余計だったわ。お腹絶対空いてるはずなのに、なんか全然お腹空かなかったから、だから、おかしいと思って、なんかお腹空いてないし、お腹痛いのにわざと食べちゃったんよね。それで余計お腹痛くなるっていう。いや、いか。あもちゃんさん、ハートたくさんありがとう。イエーイ、ありがとう。そう、3時間をこと超えちゃったみたい。だから一枠減らしますね、お昼の分を。お昼の分減らす？どうしよう。お昼のやつよりもさ、あ、待って、何時に入れてたっけ。7時に入れてたんかな、もう一個。うん、そうね、次のやつを減らそうかな。お昼はなるべくやりたいかなと。あ、そっか、そういうこと。確かにそうだね。あ、5時のやつなくすのとさ、この後のやつ減らすの、どっちがいいと思う？でもそんなすぐ病院って行けるもん。午後、あ、そっか、病院やってないんか。確かに。じゃあ次のやつやめよっか。ごめんなさい。じゃあ次の枠はなくすね。なんか見て申し訳なくなってきたけど、でもそもそも30分超えてるから、あれよね、仕方ないよね、なくさないといけなかったし。じゃあ次の枠を1個減らします。やばい、めっちゃお腹鳴ったんだけど、怖っ。めっちゃお腹鳴ってるのにお腹空いてない。マシンガーさん、金魚ありがとう。そうだね、目指せ15位。ね、今ランキングがどうなってるのか分からんで。え、昨日の間に結構ランキング変わったんかな。
そっか。なるほど、3周できない。あ、そっか。じゃあいっか、それ次のやつにしようか。ちょうど良さそうだね、なんか。うん、じゃあ次会うのは12時の回か。今日の大抵どうしたらいいかな、なんか変更ってありますか。とりあえず今のところは次のやつをなくすって感じ。でもさ、そんな急に行けるもんなの？まあとりあえず、とりあえず一旦ね、一旦30分オーバーしてる分、次の時間のやつをなくします。なんかデート口小さくない？顔の割に変更したらポストするね。ありがとう。いや、めっちゃめっちゃ思ってたよ、前から。前からなんか顔の割に口小さいなとは思ってた。なんかね、笑った叶うのさ、笑顔とかめっちゃ好きなんよね。笑った時にさ、口がこうパカってなるのが。ギフティエ口小さくない？なんかだから鼻伸び悪い気がするけれどもステージに首ったけ。あ、ごめん、みんな時計持ってないから、時間近くなったら教えてください。ごめんね。あ、もうあと3分だって。本当に？それでは、もうそろそろ壇上を見たいです。流星さん、星たくさんありがとうありがとう。あ、あとちょっとで15位。マッツさん、たくさん、なんだっけ、星花火ありがとう。そうだ、星花火だ。もう覚えました、星花火よし、誕生見ます。13位高山さん、12位森健銀河さん、11位トウモロコシさん、10位ももちゃんさん、9位ゆういちさん、8位大ちゃんさん、7位ととみちさん、6位ゆうじさん、5位のんたんさん、4位マシンガンさん、ありがとうございます。そして3位くまねぼぼさん、ありがとう。そして2位がりゅうせいさん、ありがとう。で1位はマッツさんでした。花火タワーありがとうございました。12時の回でお礼します。ありがとう、ありがとうございましたうん、もうこんな時間でした。
ありがとう。30分になってきた方がいいよね、きっと。またねまたね。じゃあね、また次の時間に会いましょう。バイチャー。